five, four, three, two, one.龍一ビジョン、あ、ゴー。はい、どうも、始まりました。龍一ビジョンの龍一です。どうも。なんと今回、人から聞いた話なんですが、検証動画をやっていきたいと思います。それがですね、こちらになります。辛さをですね、ハッピーターンで消せるということで、論より証拠、これを試していきたいと思います。まずは、わさび、そして次に、からし。この2種類をハッピーターンでサンドして食べると本当に辛さが消せるのかという検証動画です。それでは早速やっていきたいと思います。まずはわさびからいきたいと思います。わさびをたっぷりね、そしてサンド。それではいかせていただきます。うん、辛さが消えます。そして美味しい。辛くない。そしていつものようにですね、鼻から突き上げる辛さが消えます。もう一口。うん、辛くない。よし、次いきますよ。それでは次はからしで、これはね、しかも美味しい。わさび、辛さが消えて美味しいんですよね。はい、こうやって塗りましたね。いきますよ、これからしです。いきますよ。どっちかといったらこのからしの方が辛いんですけど、うん、来ない来ない、辛さが来ない。鼻から来ない。消えるよ。辛くない。うまい。そして、もう一口。すごい。これはすごい。マジで辛くない。こんなん出されたらつまみでいけますね。これつまみでいけますよ。すごい。もう最後ね。もう最後。わさびと、ね、からし。すごい。辛くない。はあ、不思議なもんですね。ということで、もうお時間となりました。もうね、これ嘘じゃなくてね、本当辛くない。もしこの動画がよろしければグッド、まだチャンネル登録がお済みでないから、説明欄よりチャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。パソコンでご覧の方はエンディング終了後チャンネル登録できますので、そちらからどうぞ。それではまた、さよなら、さよなら、さよなら。